皆さんおはこんばんちは、おいもです。今回は7月に遠征した時の乗車記録です。さまざまな新幹線が行き交う東京駅で今回乗車する新幹線は今回乗車する新幹線はいよいよ引退する最後の2階建て新幹線の E4KMAX に乗車していきたいと思います。説明するまでもありませんが、E4KMAX のご紹介です。E4K は、仙台の E1KMAX の改良型車両として、1997年に登場しました。基本は8両編成で、定員は817人。これを2本つないだ、フル編成の16両での定員は1634人。N700S の16両編成の定員は1323人であり、これよりあと300人乗れることを考えれば MAX の破格っぷりがわかるかと思います。しかし時代は高速化の時代、 E5 系の装備で東北新幹線から E4 系は姿を消し、現在では上越新幹線の MAX 時 MAX 谷川のみの運用となっています。MAX の由来は、乗客を MAX に乗せて大儲けしたいと意味を込めて、ではなく、マルチアメニティエクスプレスの頭文字を取って、MAX という愛称となっています。車内清掃が終わり、いよいよドアが開きます。それでは、乗っていきましょう。今回乗車したのは、まさかのグリーン車です。進行方向寄りの8席の29番に乗車しました。この席は足の世代が設置されており、グリーン車の当たり席と呼ばれているそうです。ということでドアが閉まりました。いよいよ発車します。列車は東京駅を出て東京の街並みを走っていきます。関西人目線だと東海道新幹線の車止めがちょっと新鮮ですね。なお今回は越後湯沢まで乗車します。のんびり食事をしているとあっという間に大宮駅に到着。何気ない駅への到着風景ですが、ここからでも眺めは2階席特有の眺めです。しかしこの眺めも10月1日で見納めとなります。大宮駅を出たMAX は時速200キロ以上の高速運転に突入します。車内の LED には MAX のラストランの告知がされていました。ラストランまで無事に運転してほしいですね。そんなこんなしているうちに高崎駅に到着です。高崎からは北陸新幹線と分かれます。高崎駅を発車しました。この何気ない光景も見納めとなります。ここで E7K とのすれ違い、MAX の高さがここからでもわかるかと思います。列車は山深いエリアを走っていきます。
上毛高原駅を通過しました。いよいよこの短い乗車もクライマックスへ。読書用の明かりを消して、最後にデッキを観察。 E4 系特有のワゴン用エレベーターです。これが使われるのもあと少しということで、越後湯沢に到着です。ということで、いかがだったでしょうか。最初で最後のマックス乗車、 E4 系マックスはなくなってしまいますが、この車両が残した功績はこれからも残るものと思います。いよいよ最後の刻を迎えようとしているこの2階の電車が何らかの形で帰ってくることを願いって。以上で E4 系 MAX の乗車記録を終わります。